カロッツェリア・フィッソーレのロゴカロッツェリア・フィッソーレはイタリアのトリノに近いサビリアーノにあったカロッツェリアである。フィッソーレ社はアントニオ、ベルナルド、ジョバンニ、コンスタンツォのフィッソーレ兄弟により1919 19年に設立された。元々はニューマ車を製造しており、後に自動車とトラックの修理にも手を広げた。1936年に ベルナルドが経営権を握ると、霊柩車、郵便配送車、小型バスといった自動車の特装ボディの製造をはじめ、第二次世界大戦中には、軍用車両を製造していた。戦後になり再び自家用車が注目を浴びるようになった。1947年には、ジャルディネッタと呼ばれるフィアット1100を元にしたエステートを製作した。1953年に、フィッソーレは、 マリオレベッリがデザインした独特なスタイルのクーペを発表した。さらに多くのフィアット車を元にした車を製作した。ことによりフィッソーレ車は1960年代半ばには200名、近くの従業員を雇用するまでの規模に成長した。この時点で、同社は他の自動車メーカー向けボディのデザインも始めており、少量生産や一品生産といった車も製造していた。 初期の顧客の中には DKW、DK TVR、デットマソといった企業がいた。これらはピニファリーナやベルトーネほどの名声は持っていなかったかもしれないが、世界的に名が知られているとともに、その評価も高かった。1969年にフィストーレ社はハイスピードシリーズの生産を受け負うことで、モンテベルディ社製車の大部分のボディ製作を行う契約を結んだ。 これは安定した仕事量をもたらしたが、年産100台という予定受注数は1976年にオフロード車のサファリが登場するまで実現しなかった。この生産数に達したこの時期に、フィッソーレ社は手工業的な生産手法を諦めざるを得ず、より近代工業的な手法へ移行していった。必要な金型の購入に際して行われたモンテベルディ社の資金援助の見返りに、 同社はフィッソーレ社の株式を受け取り、ついには1970年代末に全経権を手に入れた。1984年にモンテベルディ社が廃業するとフィッソーレ社も創業を停止し、その後まもなく生産された。レートンフィッソーレマグナムターボディーゼル1976年にベルナルドフィッソーレの娘の一人フェルナンダとその夫ジュリオマルビーノにより、 レートンフィッソーレ車が設立された。二人は父親に、レートンフィッソーレ車は1985年に発表されたイベコ車を元にしたオフロード車であるマグナムで最も知られ、この車はアメリカ合衆国内でラフォルツァとして販売された。フィアット・マリンレラ1950年代と1900。これらの中には以下のものがある関連会社のレートンフィッソーレ車と同時期に フィッソーレ社もフィアットリトモのコンバーチブル版を開発したが最終的にリトモコンバーチブルの量産型にはベルトーネの設計案が採用された。オスカ 1600GT2962 年にフィッソーレ社はマセラティ兄弟の OSCA のために少量生産のボディを製作した。幽霊なサンボックス型のボディはオスカ1600を元にしており22台のクーペと2台の コンバーチブルが作られた。フィッソーレ車は1960年代初めに DKW とアウトウニオン車との関係を築いたことで DKW の現地法人ビマグがブラジルで3種類のフィッソーレ製ボディの車を作ることになったフィッソーレ社製ボディのでトマソバレルンガでトマソ社のためにフィッソーレ車はミッドシップエンジンのバレルンガをデザインし1台だけの スパイダーの試作者も開発したがこれは量産されなかった。約15台のクーペが生産されたが、これは当時アレハンドロ・デ・トマソが所有権の一部を保持していたカロッツェリアギアが担当した。フィッソーレ社にとりモンテベルディとの関係は特に重要なものであり、この関係はフィッソーレ社が1970年代を乗り切ることを確かなものとした。 モンテベルディは、もともと、モンテベルディハイスピードクーペのデザインと生産を、ピエトル・フルアに委託していた。フルアの生産能力が限られていたため、ペーター・モンテベルディは、わずか1年半後の1968年に、フルアとの関係を断って、フィストーレ社に乗り換えた。一生懸の訴訟により、モンテベルディが新たなデザインに変更せざるを得なく、なるまで、 フルアのオリジナルデザインのままフィッソーレ社で生産された。いずれにせよフィッソーレ社がこのデザインを自社の作品だと主張したことはなく、これ以降のハイスピード派生のクーペ、コンバーチブル、セダンのデザインについても同様であった。この生産工程は複雑であった。スイスのバーゼルで製作されたシャーシは、ボディを仮装するためにサビリアーの絵を送られ、その後エンジンや、その他の機械部品の組み込みと、 最終仕上げのために再度スイスへと繰り返された。生産能力の問題から実際は少なくない、台数のハイスピードが、ポッカルディやエンボといったカロッツエリアで製作された。フィッソーレ社は、さらに、モンテベルディ社が、独自のボディから既存の車に多少変更を、加えただけのものになると生産工程のすべては、スイス内で行われるようになったと思われる。フィッソーレ社は、 フォートグラナダを元にした世に出なかった上品ではあるが、スクエアリグドナサンドアクーペの試作者、モンテベルディ2.8ターボのデザインもいった。フィッソー列車のデザイナーであるトレバー・フィオーレは、TVR 向けに、くさび型のニザクーペを開発し、1965年3月のジュネーブモーターショーで発表された。この車が生産に入る前に、TVR は破産したためフィッソー列車はこの権利を、 元 TVR ディーラーに売却し、この車はトライデントとして販売され、1976年までに約130台が売れた。同じくトレバー・フヨーレはアルピーヌ向けに A110 の後継者として設計デザインの車を提案し、これがアルピーヌ A310 として採用された。モンテベルディハイは表向きはペーター・モンテベルディ自身のデザインとされているが、 A310 と非常に似通った外観をしている。フィッソーレ車は、オペルディプロマート B の4ドアコンバーチブルの試作車を製作したが、この1台のみで終わった。オータスと呼ばれるアウトビアンキ A112 を元にした、小型のスポーツクーペもフィッソーレ車がデザインを担当した。1986年のトリノモーターショーでは、レートンフィッソーレ車により、アルファロメオ75の エステートモデルが展示された。あとの156スポーツワゴンの先駆けとなる。この魅力的なモデルは市販されることなく、フィアット社がアルファロメオの経営権を握るとキャンセルされた。アルファロメオ75ターボを元にしたモデルは75ターボワゴンと命名された。このターボワゴンとスポーツワゴンと命名された1台の2.0リットル版の 計2台が後に1987年のジュネーブモーターショーに展示された。合計で7台か8台のワゴンがアルファロメオのために制作された。ありがとうございます。